オーバーエイジ枠が確定した模様。オーバーエイジ枠でセンターバックとりあえず確定か。別に富安や板倉じゃなくてもそれなりのセンターバックいるだろ。代表スタメンクラスにこだわらなければ。また遠藤か。ロンドンの時は徳永大活躍だったしな。リオの藤原、あ、リオ五輪派藤原しか印象にない。欧州クラブ派当然断るだろう。谷口と吉田でいいんじゃね。誕生日が悪かった藤井がいいな。経験豊富なベテラン、リーダーシップがある、国際大会に出場経験あり、開催地フランスのピッチをよく知っている、J リーグ所属。小次元になるけどよろしいかー。